です。今、朝方の6時でございます。まあ、昨日からね、ずっと起きてるんですけど、まあ、いろいろとね、いろんな感情が入り混じってるこのタイミングで、ちょっと動画を撮ろうと思ってカメラを回してます。29歳で、この、なんていうの、犬とこの絵面結構きついっすよね。うん。これなんだ？靴下です。なんか、まあ、なんでね、この時間まで起きてたのかって、まあ、最近また夜型なんでね、朝型の時とね、夜型の時と、こう、いろいろとあるんですよ。1ヶ月のうちに、1週間ぐらい僕は朝型なんですよ。で、またそこから、こう、どんどん遅くなって、夜型になって、みたいな。別に今、そのルーティンで今、夜型の時なんですけど、いや、今日はね、何話そうかなっていうのが、もう、いろいろまとまってないんですけど、あえてね、こう、一つの題材を決めずに、いろいろと話そうかなって、思ってます。で、まずね、今日ね、日付がね、10月の29日なんですけど、あ、もう日付変わって10月30日か。日付変わって10月の30日に、の12時にね、皆さんあれ知ってます？バチェロレッテってやつをね、見たわけですよ。まあ、簡単に説明すると、もともとバチェラーっていう番組じゃないけど、それがあって、それは女の人が20何人とかこういるのに対して男の人が一人で、一人の男の人が真実の愛を探すっていうので、20何人いる女の中から一人のま女性を探すんですけど、まあ、どんどんね、こう、回を追うごとに女性が減っていって、最後の一人を見つけて、まあ、その人と結ばれるみたいな感じなんですよね。で、それのバチェロレッテは女性版みたいな感じで、20人ぐらいいる男性に対し女性が一人。で、その女性が男性をね、こう、いろいろと選んでいって、で最終的に残った一人と結ばれるっていうものなんですけど、そのねバチェロレッテの最終回をね今日見たんですけど、久々にこんなに何かにハマったっていうぐらい毎週ね楽しみにしてたんですけど、そのバチェロレッテの萌子さんが、まあ、最後に残った二人の男性のうちのどちらかをねこう選ぶっていう頃になって、まあ、どっちを選ぶんだろうなってね、てんちゃんともね、こう二人で予想してたりとかしてたんですけど、まさかのね、どっちも選ばないという選択肢を取ったわけですよ。で、その選択肢に対して、落とされたね、その男性陣とかから批判とかもあったわけよ。いや、なんで選ばなかったのみたいな、とりあえず選んでもいいじゃんっていう人もいれば、まあ、バチェロレッテ、その萌子さんって言うんですけどね、その萌子さんの選んだ答えならそれでいいんじゃないのって言って、肯定的な意見の人もいたりとかしたんだけど、で、萌子さんは正直二人とも、まあ、好きだったと。でもその好きは結婚とかっていう愛の好き好きではなかったって話をして、どちらかとね、まあ、とりあえず付き合ってみてっていうこともありなんじゃないかなって話はしてたんだけど、もうそれは違うんじゃないかと、結局そんな自分の中途半端な気持ちでそんなことはできないと言って結局2人とも選ばなかったっていう、まあバチェロレッテの、まあ、ルールに反してたっていう感じなんだけども、萌子さんは自分の素直な自分の気持ちに従ってっていうような感じを見てさ、そこで萌子さんがね、まあ、私の人生を決めるのは私であるし、私の人生の主役は私だからみたいなことを言ってて、まあ、すごくね本当にいい意味で強い女性だなって思ったのね。だってそのルールに反するってことはさ、やっぱりいろんなこと言われる覚悟だってある、いろんなこと言われるわけじゃない。それでもさ、そういう気持ちで自分の気持ちを貫き通すっていうのもすごいかっこいいなって思ったし、最後残った二人とも選ばれなかったんだけど、一人のね画家をしてるスギちゃんが振られたんだけど、その後なんかみんなでアフタートークみたいなのがあって、そこでスギちゃんがもう一度告白したいって言って告白したの。で、それで萌子さんの答えは結局同じだったんだけど、もう一度そこで告白しようって思うスギちゃんもすげえかっこいいなと思ったし、どうしても自分の気持ちを伝えたいって言って、この自分の気持ちを伝えるっていうのも、まあすごいなって思って、なんていうのかな、全然うまく言えないけどさ、強さって人それぞれだなって思って、あの選ばない選択肢をした萌子さんの強さもだし、そこの場で、まあ振られるかもしれない。でも、やっぱりもう一度自分の思いを伝えたいって言って伝えたスギちゃんもだし、ね、強さって一つだけじゃないなって、まあ当たり前のことなんだけどね、って思ったの。そう、それと、最近僕がすごく心が動いたっていうことが、あって、でそれがね、二人でご飯とかもそんな行ったことない、行ったことあるかな、一回あるかないかなとか、ほんとそんな感じなんだけど、その友達がね、まあ、僕の今回いろいろあって、その後とかにもね連絡をくれてたわけ。大丈夫って、よかったら会おうよっていう風に連絡くれたんだけど、僕からしたらね正直そんなに親しくもないし、そんな余裕もなかったので、ありがとう今はちょっとって、また落ち着いて会えたら嬉しいなみたいなことをさ連絡返したのね。でその後もさずっとさ頻繁に連絡くれて、辛いことあったらいつでも言う
言ってねって、俺が支えになれるか分かんないけどみたいな感じですごい連絡くれてさ、でその時にもう結構俺もひどいのよ、なんか自分に余裕がなさすぎてさ、ありがとうとは返してたけど結構そっけない返事をしてたわけ。でもいろいろとね考えた時に、今回の件さ何にも事情知らないのよ、何もその人に事情も話してないのね。それなのに、なんだろうな、そんな報道とかそういうの何もさ鵜呑みにせずっていうか、その考えずに会おうよって言ってくれてる人がいるのに、俺はなんてことをしてるんだと思ったの。俺なんかダメだなって、自分に余裕がないからってね、今こうなってるのちょっと良くないなと思って、ちゃんとこうやって向き合おうとしてくれてる人を大事にしなきゃなと思ったの。それでその人にね返事したのね、ごめんねっていろいろ余裕なくてって、でもそういう風に言ってくれてありがとうって、会おうって話をしたの。ちょっと日程決めて本当に会おうって一緒に飲もうよお酒って話をしたのよ。こういろいろと日程が決まってね、今度うちに来てくれることになったんだけど、その人がね俺に言ってくれた言葉のね重みが違いすぎてね、俺弱えなって、その人かっこいいなって思った話なんだけど、その人が俺にね、って俺実はねって、2年前にお母さんが自殺しちゃったんだって。で俺が事故に遭っちゃってね、入院してる間にお母さん自殺しちゃって、家に帰ったらお母さんが首つってたのねって、で俺が第一発見者で俺がお母さんのことを下ろしたのねって話をしてて、で本当にあの時俺人生辛すぎて本当に死のうって思ってたんだけど、でも人生なんとかなるよって、もう今辛いかもしんないけど大丈夫だよって、必ず乗り越えられるよみたいなことをね言ってくれたので、それ聞いた時にさ、なんか本当に自分ってちっぽけで弱いなって思ったのよ。でね、その子に俺が返したのが、正直ごめんって、もっといい、なんかいい言葉かけられたらよかったんだけどね。でもさ、やっぱ自分で経験してなさすぎて、そういうことがね、もうなんて声かけていいか分かんなかったの。だからごめんって、正直俺なんて言っていいかわからないって。でもそんな辛いことがあったのにも誰かの心配をできるのってすごいよねって、俺には多分できないと思うっていう風に返したの。なんかあちまちでなんかさ、いやそんなことないよみたいなことを言ってたんだけどさ、逆の立場だったらさ来てないなって思ったし、その人のなんだろう、それが強さなんだよね、強いなって思ったので、負けんなよってなんか言われたの。なんかその人にさ負けんなよとか言われたら俺本当にもう何にも言えないと思って、いや自分って弱いなってこういろいろ思いつつ、こうやってバチョロレッテ見て、あーみんないろんな強さを持ってるなって、一人でなんかいろんなことを考えながら今このぬいぐるみを抱いております。はい。もう完全にただの病んでるだけの人みたいな風に見えるかもしれないですけど、そう、いや病んでもいる、めちゃくちゃ病んでるってわけでもないんだけど、でも病んでるのよ。あーまだまだだなーってね、ほんとまとまりないでしょ、びっくりするぐらい話題を決めずにこんなにまとまりない話をしてるんだけど、でも本当にその、まあ、僕の心が動いたっていう瞬間かな。うん、あとね、今僕、元女子の僕と、まあ、てんちゃんとおむじゅんとこう3人でね同居生活をしてるんですけど、定期的にやってることがあって、それが何かっていうと、まあ、3人でねお酒を飲みながらお互いのいいところと悪いところを定期的に話をするわけ。相手が思ってる部分っていうのをなんかお互いにこう話し合ったりとかしてるんだけどさ、でそこで意見っていうのがさもらえるからさ、自分で気づかないさ自分のいいところ、傍から見たらあそこいいとこなんだっていうところとか、逆に俺に対して思ってるダメなところって全然そこ気づいてなかったなって思うところを気づかせてもらったりとかもするんだけど、なんかすごい新たな本当に発見にもなるし成長にもなるから、もしね本当気心の知れた友達とかがいるなら皆さんぜひねやってみてほしいなと、おすすめですよっていう話です。本当にこの何日間かねそうやって心が動いたっていうのは、そのやっぱ友達のことはすごいね。もちろんさ悩みって本当に人それぞれあるしね、他の人からしたらね、いやその悩み大したことないじゃんって悩みを抱えてる人もいると思う。でもその人にとってはさすごくさめちゃくちゃへこむ悩みだったりとかあるわけじゃない。本当にまとまりないよね。自分が今喋りたいことをただただ何も考えずに喋るっていうのもねたまにはいいかなというのと、なんかいろんなことを考えてちょっとネガティブな自分もいたので、まあそれもちょっと発信するっていうこともたまにはいいかなと思って動画を撮りました。はい、それではねそろそろ歯を磨いて寝ようと思います。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。最初から最後までこんな状態ですいませんでした。バイバイ。あ、でした。バイバイ。